新直風発急行から伝えです。停車駅は千代と豊中からの各駅です。昨日ホームは石橋で、乗せ電鉄線は川西の出口で乗り換えください。宝塚終点には16時43分に到着します。発車までしばらくお待ちください。車内ではマナーを守り、快適な車内環境づくりにご協力をお願いします。
利用いただきましてありがとうございます。急行宝塚行きです。宝塚終点には16時43分に到着します。次は豊中豊中です。豊中から各駅に止まります。お客様にお知らせします。ただいま各駅の全国交通安全運動が行われています。踏切では左右の安全を確かめて渡りましょう。皆様のご協力をお願いします。
高東洋館です。この駅から各駅に停まります。出口は右側です。
すごいな。なんかエアコンの吹き出し口にあったんやんな。あ、いい。やばいっすよね、お前。石橋、ありがとうございます。昨日方面から戻りました。出口まで氷の際、ご忘れ物のないようご注意ください。え、見たのは1回だけですか？いえ、オレンジに来たのは2回目。オレンジは、オレンジ部屋は1回行ってた、エアコンから。あ、そうなの。昔のお客様に続いて、おりください。エアコンのやつは初めてやけど、それまでにももう1回やったの。え？それより前にももう一回やった。お母さんがなんか聞いてたけど。ああ、そうやって昔の話。うん、確かそうやった。そうなんだ。家にこうも行ってやばくないですか？あれやばい。あれやばい。やばいな。いや、エアコンの吹き出し口とかどうやって入ってきてんって思うんですけど。あれ動画でさ、あげんちゃう？いや、あげへんよ、なんでそんなんね。まあ、ちょっとしたネタにはするかもしんないけど。まあ、よかった、動画を。いや、結局上げてほしいんかいな。いや、まあ、どちらでもいいんですけど、いいけど。どちらでもいいんかい。まあ、何ですかこのドアチャイム。一本前の9009のあれが。いきね。いきだね。飛び出せた。カンコン。テントテントテント。確かにあれ回したところ最初なんか謎の一音がありますもんね。球場も全区間ぶっ通しですか？
徘徊して数字やったんで、ホームドア起動しなかったんで、ホームドア起動バージョンを最終日に入れたら、で、7011はついでに運用復帰したばっかりだから、上げれば伸びるかな。ちなみに、まあ今日もまた、川西の出口、川西の出口です。伊勢中央、行健の地方面は、どちらかつてにお願いください。で、まあ一応、出口は右側です。あの人も今日仕事帰りで、多分また6時40分までするとまた遊んでると思いますね、多分折り返してる頃に。なるほど。ワンちゃんが大阪や梅田幕と梅田幕両方に行くんですよ。ああ、あの編成限定で。ただそうなってくると、通得対応者全社に それを、てか通得関係者みんなにその両方備えた幕をつけないかんことになりますけど。ひばりが丘羽屋敷、ひばりが丘羽屋敷です。出口は左側です。ああ、その知的障害持ったやつで。ああ、なるほどね。その勉強面も結構自分内容で低いことやってるんで。なんかめっちゃぶっ飛んだやつで申し訳ないんですけど。全然普通のやつやなと思って。今聞いて逆にちょっとびっくりです。ついこの間そこの稲良くんの国道走ったばっかやで。三段に家族で行きました。その帰りはずっと稲良く下って国道になるので別にですけど、中国道の方に降りていくやつとこっちの阪急沿い来るやつと、次は山本です。ビデオ回してる以上ちょっとこれ以上は触れないことが良さそう。そっか。
まあ宝塚といったらちょっとその点に関しては触れますわ。7021に来るなー、マジで急な回転が5000と5000。それはそうと、ひまりはどうするんでしょうね、本当に。
その他はエレベーターの関連と同時につけるというふうなことらしいですけど。なるほどね。次は日吉工事、日吉工事です。あとはホナクマの放送が未だに旧タイプ、そう、旧タイプで、なのに軽ハト同窓が阪急仕様やからめちゃめちゃ違和感を感じるという。ハナクマ体験やったことない。特の接続案内新設したぐらいやったら、なんで嵐山の案内新設しなかったんやろとか思ったりするんですけど。あ、嵐山。日吉工事、日吉工事です。出口は左側です。画面関係に今回のこの社長さん、なんか京阪に京阪に近い話をしてた。ああ、そうなんですね。全く意識しなかった。京阪はほとんど自動放送してる。ああ、そうか。しかもあの半分アナログの京阪自動放送。アンケートとかでも途中でもワンマンしてたら、あの機械が勝手に認識して自動放送やるじゃないですか。京阪の場合はここにタブレットが設置されてて、多少による操作自動放送があるんです。ああ、あれか、あの近鉄とか JR でよくやってるやつ。いや、あれとはまた別です。やり方は違うけど、一応タブレットっていう点で言いますけど、次は宝塚終点、あとは阪神の西宮北口、神鉄ラーメンだけもやって、神鉄ラーメンも強いかな。阪神も今度攻めたい。京阪のあの扉開くときの案内放送、うん、あれ未だに古いタイプですもんね。あの一般車に関して言えば、あ、特に旧式はね。うっそ。おい、マジかよ。そっか、7090かよ。何やねん、この人体。何この微妙な並びが。完全変装じゃない。これ逆に宝塚にいたかったかも。そう、うわー、聞いてないこれは。まあ後で並びは取れるからよしですよ。本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。宝塚終点、大劇場前です。宝塚もなんだかんだ西宮北口、今神戸方面、JR 線はご覧いただきください。出口は左側です。結局考えたらここまだ更新してないんです。降りの際、お忘れ物のないようご注意ください。アナウンスに関しては喉から大阪を目指しているけど、